はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。ザクザク に昨日出た記事ですね、朝6時30分、岸田首相やけっぱち解散か、やけっぱち解散、するかなか、自公17減、維新 1.5 倍増で過去最高の躍進、次期衆院選政党別獲得議席を予測ということでですね、本文いきましょう。第2次岸田文雄再改造内閣が本格始動する中、永田町で衆院解散総選挙に向けた憶測や駆け引きが加速している。内閣改造自民党役員人事を受けた報道各社の世論調査で、内閣支持率が下落した社が複数出るなど、岸田首相が期待した政権浮揚効果は乏しかったからだと。岸田首相は増税負担増路線で国民の反発を招き、LGBT 法の拙速な法制化で岩盤保守層の離反を招いたのか、有感不治が情勢分析で定評なる選挙プランの松田薫氏、現時点で薫氏に現時点で衆院解散した場合の議席予測を依頼したところ、政権与党の自民党と公明党、野党第一党の立憲民主党が議席を減らす中、日本維新の会は 1.5 倍増となった。ベストセラー作家の百田尚樹氏らが立ち上げた日本保守党も分析したと。先送りできない問題について、新体制か体制の下で一意専心取り組んでいく、今はそれ以外のことについては考えていない。岸田首相は20日国連総会出席のため米ニューヨーク市で行った内外記者会見で衆院解散の考えを問われ、こう語った。内閣政府与党は今回の内閣改造党役員人事を政権浮揚の起爆剤にしたかった。だが産経新聞、 FNN と毎日新聞の世論調査で内閣支持率は前回から下落し、日経と読売では前回と同じなど、ご祝儀のない厳しい結果となった。まあ以下続きますけど、これくらいにしときましょうか。本気で内閣浮揚を狙ったんでしょうか、政権浮揚を狙ったんでしょうかね。もしそうだとしたらアホちゃうかと。とか、内閣改造というのはね、政権を弱めるというふうに言われています。解散総選挙をやって勝てばですね、政権浮揚はもうこれは間違いないところですけども、内閣改造って単なる人事ですからね。で、岸田人事好きらしいんですよ。ただ今回もそんなに、そのなんていうか、目覚ましい人事はなかった。まあ私的には林芳正が外相外れてよかったなという気がしますけどね。これは日本国にとってよかったなと思います。あんな中国のエージェントがね、内閣のしかも外務大臣にいるって最低ですからね。まあそれだけでもですね、その一点だけは良かったなと思いますね。まあその他特にですね、なんていうか、順繰りと言いますか、各派閥からですね、こう入閣待望組を押し込まれたような、そんな感じがしなくもないですね。で、ドリル優子さん、もうですね、選挙対策委員長かなんかでありましたけど、女性陣はいたって評判悪いですね。なんでですね、女性を4人か5人かしらよと起用してるわけでしょ。あれなんで入れなあかんのですか。女性というだけで入れなあかんのですか。いいや別に、なんていうか、仕事優先でね、選んだら男ばっかりやったっていう結果になったらなんであかんのと私は思いますけどね。で、仕事できる順で選んだら女がいっぱい入ったったら、それでもそれでええやんということであってですね、女性枠とかっていう考えは非常になんか変ですね。
東京の公立高校、都立ですかがですね、もう点数だけで決めるというふうになりましたね。つまりですね、上から順番に、定員まで取っていくと、男女関係なしと。でこれまで国公立というのはですね、男女同数という変な変なこうルールがあってですね、そうすると女子は点が高いという、合格点が高いというですね、ことになっていたんですけど、これからは女子の方が多くなってですね、男の方がアホ多いですからね、アホ多いというか、まあ、点数取れないタイプのアホが多いわけですね。だからですね、女子の方が多いって、まあいいや、それでええやんと、早くそうしてほしかったわと僕は思いますけどね。男女同数であるという人たちは全然ないわけであって、まあ、能力主義で行くべきなわけですね。能力主義で行ったところで、ですね、音が多かったとか女が多かったとか、もうそれでしゃあないやんと。例えば将棋という世界ではですね、いまだに女子のですね、四段が出ていないんですね。いいわ、いっぱいいます、あのプロが。の将棋というのは女流を作らなければですね、女子はですね、プロになれないわけですね。あれは完全な勝ち負け、ですからですね、三段リーグ、奨励会の三段リーグを勝ち抜いてですね、四段に昇格しなければですね、プロになれないわけですけど、いまだに歴史上一人の女子もいません。なんででしょうかね。その、まあ、いわゆるこう 女子が向かないということでしょうね。ただね、女子のね、プロでもね、その辺の素人の四段や五段より強いですよ。ほんまに。将棋というのはどんだけ、そうなんていうかですね、プロとアマの格差がこうあるかということですね。まあ、それは置いておきましてですね、で、キッシャンガーはですね、その、まあ、政権浮揚を狙って内閣改造したんですけど、うまく上がらないから、この秋にも解散やるんちゃうかと。解散って国会が開かれていないとできない、ね、理論的に。国会が開かれていないときに解散しようと思ったら、無理やり国会を開いてですね、解散ってやるんですけど、まあ、それはあんまり近年例を見ない。で10月から臨時国会というのが開かれました。これで予算審議をしていくわけですけども、この途中で解散するんちゃうかというふうに言われています。で岸田内閣ですね、支持率が低迷をしておりました。今解散したら、この増田さんの予想によるとですね、17減ということですね。17減で維新が 1.5 倍。なんで維新が伸びちゃうと思うんですか。別に。だってあいつらただの利権団体やと、にしか私には見えませんけどね。で、その能力が高いとも思わないですね。万博さえですね、主導してるくせにですね、手たらくでしょ。ほんで、今はもうトップが馬場さんですか、ようわからないけど、ほんで、そのトップ2ぐらいがですね、吉村でしょ、磯陣吉村。あいつら何のために政治家やってるんやろうと。君ら政治家になりたいけども、自民党に入れなかったからですね、維新に入ってんやろうというような連中にしか見えないんですよ。時々第二自民党とか言うてましたからね、アホが。アホの馬場代表がですね、第二自民党。あとお前自民党入れやと。単に入れてもらえへんだけやろうと。そういう世界にしか見えません。岸さんね、この後ね、来年の9月に自民党の総裁選挙あるんですけど、それまでに見せ場がないんですよ。何かイベントがないんですね。で、この後10月からですね、インボイス制度って始まるでしょ。で、これで支持率がまたガクッと落ちるはずなんですよ。で、この後ですね、中国の不況がいよいよ日本を巻き込むわけですね。もういつか分かりませんけども、いずれ来ます、必ず。そうなるとですね、さらに支持率が落ちるわけですよ。だから本当はね、この6月にやるべきだったと、解散総選挙を。6月にやっておけば間違いなくですね、勝てたはずでして、そんな17も減らさんで5、6減で済んだんちゃうかなという気はしますね。やっぱり岸さんね、タイミングを誤りましたね。あの時やるべきでした。これから あとはいつやってもですね、今年の6月時点よりかは結果悪いと思います。まあ、これはね、たらればの話ですけど、
なんでやけっぱち解散するのはいいですけど、これまあ下手したらですね、過半数割れになってしまわないかなと、単独過半数割れになってしまわないかなという感じがしますね。自民党だけで今過半数あるんですけど、ということはね、公明党に対して偉そうにできるわけですよ。お前ら別におらんでもええねんでと。でこれが過半数割れになると、公明党が俺らがちゃんと賛成票を投じたって言えるようになるわけですね。そこが弱いところでございまして、ちょっとこうやばさが見えてきたかなと。で維新なんかを連立に入れたらね、またしょうもないこといっぱい言われるわけでして、あかんやんという感じがしますね。はい、ということでこの一応ザクザクのですね、このアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。